はい、皆様どうも、マフロです。それではケリ姫やっていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、このハロピタ、こちらをやってみようと思いますけど、その前に、やっと歌舞伎のね素材が揃いましたので、こちらを作っていこうと思います。あ、しまった成功素材、あ、大成功入れるの忘れてた。あっちゃあ、あ、普通になっちゃった装備す、まあ、しゃあないか。最大レベル、あー、お金が足りない予感ですね。ちょっとじゃあ安い時にしよう。まあとりあえず、作成できたということで、今日はとりあえずこの、まあ、チョキ使えるんですけども、はい、チョキの方パーらしいんでね、はい、剣王さん使わせていただきましょうかね。それでは行きましょう。ちょっと削ってたはず。大冒険の始まりよ。さあ剣王さんから行きましょう。ああどうしよう。エミリアさんやっといた方がいいだもん。防御力は下がるんだけど、あれ取っちゃうもんな。これキャンディー、あ、押したのにもういいや。次は当ててくれる。押したのにタッチペンが反応しなかったよ。削ってくれると言い訳をしよう。これはあれ取りたいな。よし、あれ弱え弱くないですか。30、30って何ですか。エムリンもダメだろうな、一撃しか与えられないだろう。あ、そういうっぽい。お、逃げ決めた。お、行くやん。あれ。なんか連続攻撃に耐性があるのかね。30点。あれ俺なんで最後あれノーマルの人なんだ。入れ間違えたか。まあ倒せるからいっか。やっとまともに出た。なんで仕事人が入ってるのか
謎です。自分でも謎です。なぜだ、何と間違えたんだろう。はい、とりあえず、クリアできました。それでは今日はスロット回し終わっておきましょうかね。はい、こっちハロウィンスロットって罠ですよね、確実に。だってラインナップ見たら確率低いし、ものすげえ種類あるから、この中で覚醒武器引こうと思ったらかなりきついっすよね。なのでグーコレクションの方がマシだと。こっちもまあ確率悪いんですけど、まだマシだと思うんで、こっちをそろそろ強戦士出てくれないかなってことで行ってみましょう。もう4体か。ではラスト行ってみましょうって言っても2回だけどね。まあお約束。本当当たらねえな。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。